おはようございます、いちきです。はい、今回はですね、つくいこにやってきました。多分このチャンネルでつくいこの動画を出すのは初めてなんですが、まあ、ちょっとね、私もつくいこはちょっと苦手意識が実はあって、つくいこだったら相模湖行ってみようみたいな感じで相模湖ずっと通ってたんですけど、まあ、この間の台風があって、だんだんとこう上流の方から水が戻ってきて綺麗になって、釣果もね今すごく上がってるっていうのを聞きつけてやってきました。まあ、いろいろその来てない間に習得した、釣り方とかいろいろそういったのを試しながら、つくいこのバスを釣っていけたらなと思うんですけど、実は今2日目です。 Day 1のオープニングを撮り忘れたので、まずは Day 1の様子をどうぞ。追われてたベイトはこれぐらいのサイズだったもんな。いた。うわ。惜しかったな今。うわー、すごいいっぱいいる。おお。うわ、沈んじゃった。おお。めっちゃいるめっちゃいる。チャンス逃しすぎてる。めっちゃ来たよね今ね、おっさん。スクール見えたからさ、投げて引いてきたらすごいいっぱい持ってきたんだけど。
梅雨足らず。うわ、今の惜しかった。今のものにしないといけないよね。そう、ちょっと大チャンスすぎたよ。奇跡的にここ入れたもんな。よっしゃ、食った。イエーイ。サイズはさっきのとはあれだけどね。いいとこ使ってるな。いいね。おお、かわいい。かわいい。かわいそうですけど。映ってますか？イエーイ。急に走ったからびっくりしちゃったよ。はい。ありがとう。よいしょ。ピックアップで食った。ピックアップで食ってた。回収で食ってきた。おう、回収で食ってきた。何もなくて途中でドーンってなった。まあ、多分いっぱいいるんだろうけど、まあでもやっぱ最強だねこの釣りね。ちょっと大きいサイズもいたから、ちょっと昼の間は引き続きやってみようと思います。ナイスすぎる。見た、にウィルウチ成功したよ。ちょっと一回キャストミスったけど、結果オーライ。ちゃんと釣れた。めっちゃ追ってきてたね今。釣ってたかな。GoPro 回って、ちょっと GoPro 回ってなかった。すいません。
ボイル打ちです。くそ、こんな時に。